マジッチといえばニチャンに数多く生息していますが、世の中にはもっと狂った化け物が存在します。今回は奇人変人すぎる数学者の面白エピソードが詰まったスレです。数学者のマジッチエピソードはロタ。戦争中に地面に円描いて数学の問題解いてて、その円を横切った侵略兵に切れて刺し殺されたアルキメデスとかわらわら、問題3日寝ずにやって片目失明して、また同じことやってもう片方も失明したが失明した方が余計なものが見えず、創造性が高まったとか言って論文の書くスピード上がった、オイラーとかわら、こいつらこそ人材。オイラーの失明は暖炉の煙にやられたんだろ。調べてみたらその説もあるみたいだね。どっちにしろ失明した後の方が論文書くスピード上がったのは事実っぽいな。オイラー好き。オイラーの公式とか好きだけどオイラー自身そんななのか？オイラーかっこいいじゃん。パソコンの計算とか物理科学指数の近似して答え出すみたいなのもオイラーだぞ。近似はテイラーじゃないの？はじめの土台、ある複雑な式に大まかな答えを出し、その後それを元にまた答えを出しってのを繰り返して、精度のある答えを出すみたいなのは、オイラーが最初。博士の愛した数式、でも有名な数学者レオンハルト・オイラー。経歴はツイート級ですが、数学史を代表する天才なだけに、一風どころか、かなり変わった人とされています。続いてはコンピュータを生み出したノイマンや、チートすぎるフェルマー、ガロアです。コンピュータの発明者がコンピュータより計算早かったっての好き。ノイマンだったけか。フェルマーの自分本業数学者じゃないのに、あちこちの数学者に問題送りつけておちょくってたのも笑える。ガロアとかは隠して歴史に名を残してる。コーシーがもうちょっとちゃんと見てあげれば生きてる間に名が通ったのになわら、恋人取り合って銃撃戦するという B 級映画みたいなのをガチでやって死んだんだよな。20歳で血統で死亡。しかもくだらない女性関係が原因、もったいない。ガロアってそんなことで死んだんか受ける。重大でも G 以上の方程式には解の公式は存在しない。ってのを証明するって何者だよガロアわらわらわら10代とかを、にしかしてねえぞ俺。ガロアの死ぬ前日に書いたガロア理論の論文意味不明すぎわろた。そりゃ防衛されるわな。現代アートかな。続いてはリアルな老主人公のような天才、ラマヌジャンです。ラマヌジャンの公式、円周率の公式なんだけど直感的に導かれたらしい。しかも収束速度がむちゃくちゃ速い。ラマヌジャン、大学で数学教育を受けてなかったから基本的に証明ってことを知らなかったらしい。だから定理の発見の動機が女神から教えてもらったとかそんな感じ。数学の天才はもはや人材だな。ラマヌジャンまだあったわらわらわら1918年2月頃、ラマヌジャンは療養所に入っており、見舞いに来たハービは次のようなことを言った。乗ってきたタクシーのナンバーは1729だった。さして特徴のない、つまらない数字だったよ。これを聞いたラマヌジャンは、すぐさま次のように言った。そんなことはありません。とても興味深い数字です。それは二通りの二つの立方数の和で表せる最小の数です。実は、1729は次のように表すことができる。1729=123=1339=3 すなわち、1729が、A=B3C3=D3A3、という形で表すことのできる数 A のうち最小のものであることを、ラマヌジャンは即座に指摘したのである。正直これはうさんくさいと思う。これを聞いたラマヌジャンは、すぐさま次のように言った。数学者が他人の話をちゃんと聞いてるわけがない。確かにそうかもわら。47ひどすぎわろたわらわら。また日本人の数学者にも言及されます。谷山志村予想ってすごいの？よくわかんないけど証明したワイルズの方がすごい気がする。フェルマー予想の解決がこれを解くことに帰着されたんだと。あと望月教授の解いた ABC 予想ってフェルマー予想の拡張だって。谷村氏の予想を補足するレスもありました。一回証明したんだけど不備見つかって、どうしてもそれが修正できなくて、もうダメだ。と思って書類整理してたら鍵となるの見つかってそれで完成したんだよな。谷山さんは31で自殺して、婚約者もその後追い自殺をしたという、遺書見るとマジキチって感じはしないけど、頭いい人はやっぱ色々考えちゃうんだろうな。ガウスも計算ノートの隅に死にたいって書き込んでたらしい。天才と呼ばれる才能も、良いことばかりではないのかもしれないですね。このチャンネルをご覧いただいている天才の方も、どうかお気をつけください。保安から予想解決した人も、解決後懸賞金の受け取りも拒否して、田舎で母親の年金で暮らししてるニートになってるからな。頭良すぎてこの世を悟ってまうんかな。保安から予想証明したペルンマンかわいいわら、現在は故郷で母親と共にわずかな貯金と母親の年金で細々と生活している、らしく消息は不明だが、密かにケイラー・アインシュタイン・ケイロー・エインシュテイン・ケイフルエア・メトリクの存在問題に取り組んでおり、数学者としての研究は未だ放棄していないと言われる。趣味はキノコ狩りとされ、人付き合いを嫌い、ほとんど人前に姿を見せない人物であるが、学生時代までは笑顔の絶えなかった少年として、周囲から記憶されている、ペレルマンだった。間違えて毒キノコ食べて死亡とかアホな死に方しそうで怖い。人が息するように、鳥が空を飛ぶように、計算できるオイラーにセンター数学やらせたら何分で解くんだろうなわら。導入に起こって最後の問題だけ回答してそう。俺レベルですらたまにイライラする導入してくる時あるんだから、オイラーとかならジンマシンできそうだなわら。不完全性定理のゲーデル、毒殺恐れて何も食わなくてだし。
一本目のスレは以上です。ただ物足りない声も多そうですので、もう一本似たようなスレを紹介します。数学者の面白いエピソード教えろよ。レオンハルト・オイラーは現代数学の父と呼ばれ、まとめた論文だけで5万ページある。ヤマムジャンは30時間ぶっ続けで数学やって24時間寝た。ガロアは彼女の取り合いで決闘で死亡、享年20、数学のラスボス、軍論の始祖。やはりオイラー、ラマヌジェン、ガロアは鉄板なのでしょう。アラン・チューリングは、生産カリを煽って自殺した。ニュートンは生涯童貞。俺は無職。ベレルマンも童貞っぽい。チューリングはコモ。俺は13歳にしてようやく一桁の暗算をこなせるようになった。このスレにも天才が出没しています。気を取り直して次に行きましょう。あまりに頭良すぎて誰も話についてこれなくて理解されないのが辛くて自殺した人いるんじゃなかったか。知能指数が20違うと会話が成立しないというしな。群を抜いた高い知能指数だからこその、孤独もあるのかもしれませんね。カルダノは先生術に凝って、キリストのホロスコープを作り投獄された。懲りずに自分の式を占い、その日になっても死にそうにないので自殺した。数学者論理学者のゲーデルはナチスドイツから逃れるためにアメリカの市民権を得る面接試験を受けなければならなくなった。気真面目なゲーデルは合衆国憲法を読み、大変なことに気づいた。面接当日、私はアメリカ合衆国を合法的に独裁国家にする方法を見つけました。と言い、同席したアインシュタインを慌てさせた。夢中になったり答えを見つけたりすると、周りのこと気にしなくなる天才数学者らしいエピソードですね。続けて数学者の一風変わっていながらもかっこいいエピソードをご紹介します。ジョン・フォン・ノイマン、最初のコンピュータ ENIAC に計算勝負で勝った一方で興味のないものには徹底して興味がなく、自宅の食器棚の配置すら覚えなかった。ジョン・フォン・ノイマンは計算が得意だった。ある日、水爆の効率概算の計算で、ノイマンはフェルミ、ファインマンと計算の速さを競った。その際フェルミは大型の計算尺を使い、ファインマンは卓上計算機を使い、フォン・ノイマンは天井を向いて暗算した。結果、ノイマンが最も早く正確な値を出した。パスカルはアルバン、歯が痛くて眠れなかった。ゴロゴロ転がっているうちに、車輪の一箇所に印をつけて転がした時にできる奇跡。サイクロイドの問題を解いた、いつの間にか質は収まっていた。日本の誇る数学者、岡清にもこんなエピソードが。ある数学者の講演を最前列で聞いていた岡清、突然立ち上がり。待て、その研究は方向が180度違う、と叫び、そして、正しい方向は、と言って部屋の後ろを指差し、正しい方向はあっちだ、と言ったという。ある日学生と岡清が花見の約束をした。だが当日は雨。学生たちはいくらなんでも雨天中止だろうと思ったが、変人の誉れが高い岡先生なら来ているかもしれない。もしそうだとしたら岡先生一人雨天の花見会場にポツンと置くことになるので、念のために待ち合わせ場所に行ったところ、岡清はやっぱり来ていて、こんな天気の時に花見をするバカがおるか、と集まった学生一同を叱り飛ばしたという。インドの数学者ラマヌジャンは、それまで西洋数学界に知られていなかったたくさんの高度な定理を証明なしにノートに書きつけていた。ラマヌジャンの才能を見出しイギリスに連れてきた数学者ハービが、どのようにして定理を見つけたのか、と尋ねると、夢の中で生ぎり女神が舌の上に書いてくれた、と答えた。というかろくな教育受けてないから証明そのものを知らなかったとか。いや、ハービが、証明のない定理は無効だ、と言うと、証明なんてつけたら定理の美しさが損なわれる、と言い返したそうだからものすごい数学的直感があったんじゃないかな。バートランド・ラッセルの言葉。私は頭が最もよく働く時に数学をやり少し悪くなった時に哲学をやりもっと悪くなって哲学もできなくなったので歴史と社会問題に手を出した。バートランド・ラッセルは自殺しようかと考えたことがある。しかし、結局は思いとどまった。数学についてもっとよく知りたいと思ったからだそうだ。数学者ではないけど、高校の同級生で数学の試験を一問だけ解いてなんかすんごい大学入ったやつがいる。かなり説問あったらしいんだけど。エレガント、差がないのは解かないとのことで、開始数分で一つだけ解いて退席、それで合格だったらしい。歴史的数学者がすごいのは言わずもがなですが、身近にも頭良くて一風変わった人たち、いましたよね。その同級生、今はどんな活躍をしているのでしょうか。一方で、意外と俗物っぽい側面を見せる天才数学者たちもいたようです。数学者メインの話ではないんだけど、作家の融合は友人の数学者らと協力して、昔の宝くじ的なものの賞金の期待値を求めた。そしてなんと宝くじを買い占めれば膨大な富が手に入ることが発覚。で最終的には買い占めて日本円で5億ほど求めたと、ウィキ情報。確率統計論の始まりもギャンブルで勝ちたい心からだもんな。数学って意外と俗っぽい。まだ三次方程式の開会法が知られていなかった頃、ヨーロッパでは賞金をかけた、公開数学勝負、が行われていた。お互いに方程式を出し合い、先に解いた方が X の値を求めた方が賞金を受け取るというものである。イタリアの数学者タルタリア、カッコも連れ足したという意味。室温だったらしいは勝ちたい一心で見事に三次方程式の解の公式にたどり着いた。
それを聞きつけた数学者、賭博者のカルダノは、絶対口外しない、という約束で教えてもらったが、後に自分の本の中で三次方程式の解法を書いてしまいトラブルになったが、結果として数学を大きく促進させた。そのカルダノは、勝負好きな面から確率論を考えたが、ギャンブラーにとって最大の利益を出す方法は、ギャンブルをしないことだ、と述べている。わろたわらわら。三次方程式の解法が知られてない時代もあったんだな。今じゃ普通に学ぶ範囲なのに、不思議な気持ちだ。そして分かっていてもギャンブラーはギャンブルから抜け出せないわら今年もマイナスだったな。以上です。ゆっくりおのチャンネルでは、他にもマジ吉たちのスレを紹介しています。よろしければもう一本見てってください。